はい、今日もあなたと百姓一揆、本日は2018年5月の11、まあ、金曜日ですね、第2週の出荷日になりますね。いやここ3日間ぐらい異常な寒さでね、もう成田も今朝もね、本当朝方気温低くて大丈夫かってぐらいね、夏野菜枯れんじゃねえかってぐらいの寒さでしたけども、さあさあさあもうね、夏野菜はほぼ佳境に入っている。毎回そのセリフですが、今日は出荷日なので、ね、収穫してるわけ、お野菜収穫終われてるわけですが、これは春菊ね。春菊の収穫はまだねやってないかな。 あんまりまあ状態見てもらうと、今年今はね結構虫が大発生してきてね、あんまり状態良くないんですけれども、まあね、春菊を、収穫しております。ちょっと先気味だね。もうちょっと早くこう取らなきゃいけないんですけど、うちはねこうなんか春菊もちゃんとしたあの市販で売ってるようなあんなやつじゃなくて、こうどちらかというとサラダっぽくね出しております。こうやってね先端の柔らかいところだけをねつまんで、だからなんかこう春菊っていう葉物というよりもなんかこうサラダっぽいイメージでね、まあうちの店なんかでもカフェでもねそういう感じで使わせてもらってますね。春菊のポイントはね、香り、そして柔らかさですよね。ちょっとトンネル張ったんでね、これね、あんま良くないんですけど、今日は暑くなりそうですね、久々にね。よいしょ。もうね、これ大根の花とかもこう咲いてきてね、そうそう、来週あたりこの花芽っていうのもね、一品として出荷いたしますね。ルッコラの花芽ね、大根の花芽、大根の花ってこうやってね見てみますか。大根の花ね、ちょっとピンクがかった白なんですよね。でこれもね出荷いたします。うちは多分来週からこういう大根の花芽っていう一品ね。でこれがね食べるとこなんですけど、花の味じゃなくて大根の味なんですよね。大根のあの白いね、ちょっとこう苦みかかった大根おろしのあの匂いと味がいたしますね。結局その野菜って何ですかって時、大根っつったらあの大根がね、白いあの太いあれをイメージするかと思うんですけどね、こうやって花が探してもこれも出荷できればそれも一品となるわけですよね。だから野菜っていうのは何ですかってね、大根はあの形でしか出荷できないわけではないんだということをね、私はアピールしたいと常日頃思ってるわけですね。ね、これもこうやって一品としてね、綺麗な袋に入れれば素敵な花芽になって、しかもこれが食べられるわけですよね。主食にはもちろんなりえませんよ。うちのカフェなんかでこういうの出してますからね。その辺はねまあまあなんて言ったらいいんでしょうね、あの家庭菜園とかねおやりになっている方たちは皆さんご存知なことですけど、ああいうものがねたくさん取れるんですよ。だ野菜っていうのはね、いつどのような状態で出荷するのかって、それはやっぱりそのお客様との兼ね合いもありますけれどもね、あのいわゆる誰が決めてるのか、日本の場合はそれは業者だとかね、大根はこうなくちゃいけない、こういう形でなくちゃいけない、大きさも含めて全て指定されるわけですけども、冗談じゃないですよね。私はそう思ってやっております。どういう形でいつどのような状態で出荷するかは俺が決めるということですね。でお客様が納得すればそれでいいわけですよね。そういう意味ではね、さっきのあの大根の花芽のような状態ね、春菊もうちはこういう感じでね、サラほぼ多分使えるのはサラダとかね、そういうイメージで使うことになると思いますが、それでいいじゃないのかってことですよね。だから作るね、一生懸命いい野菜を作る、それはもちろんですけども、じゃあ状態が多少違ったりね、悪い時でも、食べられるかどうかって、で美味しいかどうかっていう基準でね物事を見た時にはまた違う世界が広がるわけです。でそれを生産者としてはそういうのを理解して売る力があればいいわけですよね。だから作るということと売るということね、両方を自分の中で展開していく必要があるわけです。ただただいい野菜を作るということだけで果たして今の時代生き残れるでしょうかということですね。ポイントだと思います。我々はね常に完全無農薬なのでね、リスクを負っておりますので、大事なポイントだと私はいつも思いますね。私は研修時代、先輩方後輩方ね、私より、
実力のある方ね、たくさんいました。というよりも僕自身は本当にそんなにレベルは高くなかったですね。まあ今でもあまり変わりませんが、だからといって食べていけないのか、そんなことはないんです。いい野菜を作る人が生き残れる、そんなわけではないんですね。特に消費者はね、どこら辺に意識があるのかっていうのはね、全く生産者とは違う基準で彼らは野菜を選んでるわけですから一円でも安ければいいね、見た目が良ければいいっていう人たちも、それがまあ大半なわけですけどもね。そんなことなわけですよ。今日は朝から本当に久々に晴れ上がってね、暖かくてね、ちょっとこう気持ちがほっとしてる感じなんですよね。やっぱり季節ね、朝起きて晴れ渡ってると本当に気持ちがなんて言ってるのに満たされますよね。だからそういう意味では雨が続くとやっぱり気持ち塞いできますもんね。それは生産者も同じなんですよね。一般の人はね、会社行くのめんどくさいなと思うと思うんですがね、電車の中で雨降っててね、傘とか当たって嫌でしょ皆さんね僕は満員電車で乗ったことないですけど、本当にお疲れ様でございますと言いたいですけど、いつの日かどうですか、田舎に行ってなんかこういう能的なことをおやりになりませんかという呼びかけもね、させていただけたらと思いますが、お前に言われたかでいいやってでも本当にいつもブログなどに書きますがね、本当に東京にいなくちゃいけない人って今いる人の何パーセントなんですかね。別にね、どこで生きようが皆さんの選択ですけども、もし生きづらいとかね、なんかしんどいなと思ったら、こういうちょっとした田舎的なところに行ってね、何かしらの仕事はね、探せばいくらでもありますね。もちろん給料は低いしね、単純作業だったりしますけれども、でもね、生活コストは必ず下がりますので、トータルで見たらもしかしたらいいんじゃねえのっていうことはあるかもしれませんよってことですね。よいしょよいしょ、いい香りしますよね、春菊ね、美味しそうです。5月2週ね、もうそろそろズッキーニとかも出てきますのでね、来週あたりから連続出荷になるかと思います。さあということで、もうちょっとあるんですけど、ね、今日はね、この春の春菊と書いて春菊ね、収穫している百姓農園の動画でございました。今日は久々に太陽見た気がしますな。ということで、以上百姓農園の春菊収穫している動画でございました。それではまた。あ、落ちた。